ハントゥアとはマレーシア海軍のフリゲートであり、現在は練習艦として使用されている。もともとはガーナ海軍向けに建造されていたが、建造中に起きたクーデターにより発注をキャンセルされたため、完成後はイギリス海軍が引き取りマーメイドとして短期間ながら収益させていた。艦隊の基本構造はイギリス海軍の41型及び61型を元にしており、 エンジンも41型、61型と同様に8機の16、気筒ディーゼルエンジンを搭載している。しかし缶型は、船首楼のない平らかん型とされたほか、煙突も41型、61型が2本のマスト内部に煙突を通したマック構造となっているのに対し、本艦は1本のマストの後部に、独立した1本の煙突が配置されている。並に関しては、 完全部に2連装のビッカース4インチ砲、上部構造物に4機の単装を模倣す4 0トル機関砲、後部艦板に配置されたヘリコプター艦板の後方にリンボー対戦迫撃砲が1機配置されている。本艦は同時期のイギリス海軍のフリゲートと比べると、かなりの軽武装であるが、それは口述のように、もともとガーナ海軍向けに建造されていたためである。 レーダーについては、マストの長部に、プレッシー製の AWS-1 対空、捜作レーダー、マスト全面部に航海用レーダーを装備。このほか、ソナーも170型と176型を装備していた。本艦は、ガーナ海軍向けのフリーゲート、ブラックスターとして、発注建造された。ブラックスターは、ガーナ海軍の機関としての役割のほか、 クワメエンクルマ大統領用のヨットとしての側面も持っていた。しかし、建造中の1966年2月24日に起きた軍事クーデターによって当時ハノイに外遊中だったエンクルマ大統領は失脚しギニアへ亡命。これに伴いガーナの新政権はブラックスターの発注をキャンセルした。発注をキャンセルされて注文流れとなって 以降も建造は続けられ、1966年の12月29日に浸水し、1968年には竣工にこぎつけた。1973年5月16日にマーメイドとしてイギリス海軍に収益した。イギリス海軍においては、主に極東地域に配備され、香港の警備任務などに投入されたほか、漁業保護船ンに編入されて、 タラ戦争におけるアイスランド沿岸警備隊巡視船のネットカッターや体あたりからイギリスのトロール船を護衛する任務についていた。また、1975年の最ゴン陥落の際にはイギリス国民の救出任務に出動した。1976年9月20日、北海のオランダ付近の海域にてトン型総海底フィトルトンと衝突事故を起こしフィトルトンは沈没。 乗組員12名が死亡した。1977年5月にマレーシア海軍に譲渡され、ハントゥアに改名。1991年から1992年にかけて練習艦として改修された。さらに1995年から1996年にかけて主砲と指揮官を完走し、ソナーとリンボー対戦迫撃砲を撤去した。現在では、 さらなる近代化改修の予定はなく、第21フリゲート船隊に配備されている。ありがとうございます。